こちらはパネライルミノール125番にマツシタン製 M74 をつけたものになります。パネライの中でもケース系 40mm と小ぶりなサイズ感です。黒文字盤に配置されているこのシルバーカラーのですねパワーリザーブインジケーターが特徴的かつ、まあ、自動巻きっていうところでパネライの中でも使いやすいモデルだと思います。 M74 のナトースタイルはワイルドにパネライを時計らしくといいますか道具感を強めてくれます。使用している革はフランスアース社のノボナッパという革になります。非常に質の高いレザーでオイルとワックスが含まれているため経年変化でツヤ感が出るエイジングが魅力です。しっかりと手で縫い上げた木なりのステッチとレザーのこのカラーリングも相性抜群だと僕は思います。しなやかで肌触りも良くてこのロングスタイルの剣先ですね、これもう僕たまらないですね。74の焼き印もこうしっかりと手で刻印されています。経年変化も楽しみの一つですね。このマークが入ったバックルは何でしょうか。こちらはパネライの創業の地であるフィレンツェの紋章になります。フィレンツェのブティック限定のパネライにもこちらのマーク施されていますよね。マツシタンではこちらのバックル単品でも販売しております。それではですねちょっと腕の方に装着してみます。いやどうでしょうかね、もう間違いないマツシタン王道スタイル、装着感もちょっと最高ですね。これ腕乗りが、まあ、かなりいいと僕は思いました。僕はですね手首周り 16mm と、まあ、細腕なんですが 40mm のパネライ、いやこれいいですね。このサイズ感がちょっとたまらないですね。これ普段 44mm をこうつけるんですけど 40mm もちょっと欲しくなりますよ本当に。これ、まあ、NATO は、まあ、取り外しも非常に簡単なんですよね。本当裏に通していただくだけなのでこれもまあ NATO の魅力の一つだと思います。あとはこの広げた時もめちゃくちゃかっこいいと僕は思います。いやもうこれこのままちょっと欲しいです。もういただけないですかねこれ、まあ、パネライをまあお持ちの方、まあ、ぜひぜひこの NATO スタイルも試してみてはいかがでしょうか。どうやらですねこの YouTube チャンネル代表がパネライしか上げたくないとのことなので、まあ、ちょっとパネライ全開でパネライで染めていくように頑張っていきます。皆さんご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でもよろしくお願いします。